はい、皆さんこんにちは、翔平 TV です。本日は、私が使っているグローブを全て紹介したいと思います。はい、まず一つ目を紹介します。まずこちら、はい、こちらですね。こちらはね、今使っています、今軟式野球で使ってるんですけど、グローバルエリートの、ピッチャー用グローブです。こちら、じゃあラベルがね、ちょっとこうね、こっちずれてますね。はい、これは沢村英順モデルというものらしくて、グローブに詳しくないので、まあ、買ってから知ったんですけど、こういう感じでね、グローブの形はね、こんな感じ、横閉じの、感じで、使っております。はい、お次こちらです。はい、こちらですね、アディダスの、オールラウンド用のグローブです。こちら、はい、こちらこのようなね、柄になっております。柄かっこよくないですか。金と赤金みたいな感じと、黒いなんかこういうしましま模様ね、なっております。はい、アディダス、これ2016年モデルのやつで、このこっちもね、金色なんですよね。こんな感じで、これはもうぺったんぺったん、まあまだ使えますね。全然これは試合前のキャッチボールとか、あとまあ外野守ったりするときに使います。こちらね、これすごい派手派手なんで、かっこいいと思います。はい、お次は、自分がね、高校時代に使っていたグローブでして、高校時代はね、埼玉県大会ベスト16まで、進んだんですけど、その時にずっと使っていたグローブです。はい、それがこちらです。はい、こちら結構使い込まれてますね。もう色がもう変わっちゃってすごいんですけど、これ SSK の、はい、グローブでして、ウェブはこんな感じ、もう相当使い込まれ、これで戦ってきましたね。これ公式用ですね。で、まだまだもう革がしっかりしてるんで全然使えます。はい、けどもうこれは取っとこうと思って、お家に保管してあるんですけど、久しぶりに出しました。はい、こんな感じ。これはもう10年ぐらい前に買ったやつなんですけど、相当色変わってます。これはもうね、雨に濡れちゃってさ、ちょっと色変わっちゃったんですよね。はい、そして4つ目のグローブを紹介します。はい、こちら、こちら分かりますか、 Z の外野用グローブです。もうこれもね、もうボロボロなんですけど、ボロボロになるまで、これちなみに公式用なんですよ。もうね、もう使い込みすぎて、もう穴も開いちゃって、紐ももう取れちゃって、もうめちゃめちゃこれは使いました。はい、これ使いました。で、高校時代は基本的にピッチャーだったんですけど、まあ、ピッチャー以外にも外野やったりファーストやったりいろいろやったんですけど、あとまあノックとかね、まあ、個人ノックとかあるじゃないですか。その時も基本的にこのグローブを使ってやってました。はい、でも飛んだりね、すごいしたんで、もうボロボロになっちゃって、いやもうね、これはもうパチパチです。ほんと、もうてビタ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 って感じで、こんな感じで、このラベルもどうですか。これラベル、これなかなか見ないですよね。もう2018年じゃ多分見ないと思うんですよ、このラベルね。はい、こんな感じで、はい、これ高校時代のグローブです。はい、そして5個目のグローブを紹介します。はい、こちら、ほい、こちら以前紹介しました田中将大選手モデルのピッチャー用グローブです。こちら、こちら型をつけて、プレゼントをしようと思ったんですけど、縦閉じのグローブの型付けがわからなー、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 わかんないんですよ。新品です。もう硬くて今こんな感じです。はい、まあ、こういうグローブもありますね。はい、はい、次紹介します。こちら、はい、ジームスのグローブです。皆様 お待たせしました、やっとこちらを紹介できます。はい、こちら以前に大井くんのチャンネルや僕のチャンネルで、紹介しましたジームスの内野手用の三方針というグローブです。はい、こちらね、型をつけてるんですけど、今もうだいぶ柔らかくなったんで、まあ試合で使えるかな、まあ、ちょっと使えるかな、ノックぐらいかなっていう感じなんですけど、まあでも多分前みたいにこう弾くのはあんまないかもしれないですね。こんな感じで、はい、ジームスのこのラベルのグローブですね。
はい、これ6個目ですね、6個目。はい、はい、そして7個目のグローブを紹介します。はい、こちら、ベーン。あ、タグ付きだ。新しいです、これ新しいです。はい、これ紹介します。これです。はい、 Z のネオステータスの内野手用グローブです。こちらこんな感じになってます。はい、ネオステータスのグローブでーす。これはショートセカンド向きのやつで、結構軽いですね、これ。これすごい軽いですね。実際今そんな硬くないんで、あの、柔らかいんで、本当にこうやってパイ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 ってこうやって、これ結構おすすめですね。肩はまあまあできております。まだまあ硬いですけど、この辺ね、硬いですけど、もうちょっと使えば普通に守備とか普通にこう使いやすくなるんじゃないですかね。これ結構いい感じです。そしてラスト8個目のグローブを紹介します。はい、こちらアディダスのグローブとなっております。こちら、はい、どうでしょう、内野仕様のグローブです。結構いいんじゃないですか、これかっこよくないですか、これアディダス。型はもうあのついてるんで、こんな感じで使いますね。これ実はあのこの土手の部分、これね、はい、この綿ね、取られてます。この綿を取ってあるんですけど、もうこの綿取ったおかげでこの握りがしやすくなっております。ここね、ないんでね、はい、で相当これはすぐに使えますね、これね、これめちゃめちゃいいです。はい、はい、ということで今回は自分が持っている8個のグローブを今回紹介しました。皆さんはどんなグローブがお好きですか？ぜひともコメントにどういうグローブがおすすめだよ、買ってみて紹介してっていうのがありましたら、コメントをいただけると、ありがたいです。そして、今回は皆さんに、お知らせがあります。まあ6月になるということで、はい、こちらのグローブを、プレゼントしようと思っております。こちらですね、先ほど紹介しましたこちらの Z のグローブ、田中将大投手のピッチャー用グローブ、そしてこちらのアディダスのこの綿が取られている、このすぐ使えるこのアディダスのグローブ、そしてこのジームスの、大井くんと僕が、片付けをして柔らかくなって使いやすくなってるこのグローブ、この4つをプレゼントします。この4つプレゼントします。はい、ぜひとも野球大好きな方、チャンネル登録と、コメントをした方に、はい、こちらをねプレゼントしますんで、みんなのね熱いコメントが欲しいんですよ。はい、こちらですね、こちら今自分が着ているシャツと同じやつですね。こちら自分は LL サイズなんですけど、こちら L サイズ2つご用意しました。こちらプレゼントさせてもらいますんで、こちらも、グローブと同様熱いコメント、チャンネル登録をぜひともお願いします。今の時点でもうこのシャツは50枚ほど売れておりまして、応援してくれてる人がたくさんいるってことで本当に嬉しく思うんですけど、まああのね、まあ、結構お値段するので学生の子からしたら、高いかなと思うんですけど、今回こちらの L サイズ2枚を、プレゼントしますんで、こちらぜひともあのこの動画の、コメントに、熱いコメント、そしてチャンネル登録をぜひともお願いします。はい、わーちくしょ、なんでもいいから当たりてーっていう人がまあいると思うんですけど、残念賞ということで、まあいつもながらの、サイン色紙を、5名様から6名様、7名様ほどに、プレゼントしようと思うんですけど、よろしいでしょうか。別でこのシャツも一応販売はしております。1枚、2500円からやっておりますので、ご希望の方は、コメントで、欲しいというコメント、もしくは、Twitter の DM か、LINE を知ってましたら LINE で、はい、連絡いただけると、発注しますので、ぜひともお願いします。はい、ということで今回の動画はこれで以上となります。チャンネル登録、 Twitter のフォロー、いろいろお願いします。それでは
ありがとうございました。